皆さんお久しぶりです。背番号362番パフォーマーのぬいです。今シーズンはパフォーマーとして活動させていただくことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。背番号358番、サブリーダーパフォーマーの夏です。また皆さんとこうやって会えて本当に本当に嬉しいです。短い時間ですが一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。背番号369番新メンバーパフォーマーのセナです。めちゃくちゃ緊張してるんですけど盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんはじめまして、背番号368番新メンバーパフォーマーのミクです。今こうやってたくさんの方々の前で初ステージを迎えられてとても幸せです。緊張してますが頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しているんですけれども、今日はこの9人で皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせたらと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回ですね、9枚目シングル庶民の違うのリリース予約イベントということで、先ほど披露した1曲目がタイトル曲の庶民は違うという楽曲です。もうタイトルの通り上がってこいやというね、強気な思いで熱い魂の叫びを書いた楽曲になっております。で次にパフォーマンスする楽曲がクラピオヘンズ、はい、カップリング曲になって、はい、クラピオヘンズという楽曲なんですけど、この楽曲は全身全霊の応援で勝利へと突き進んでいこうという思いを込めた楽曲になってます。今は簡単に声を出して応援することは難しいのですが、今は私たちと一緒に手拍子して盛り上がっていきたいと思います。それでは楽しんでいきましょう。クラピオヘンズ。 What's your name? Of course We are all leagues.
3月ということで、はい、3月はね、私たちの活動も、もういよいよスタートしていくので、そうですね、その3月の出演情報を夏の方から伝えてもらいたいと思います。はい、はい、今月2日からオープン戦がスタートして野球がある日々が帰ってきてます。私たちも来週末土日行われる試合で、ボホローグループベルちゃんとともに出演させていただくことが決定しました。はい、皆様とまた球場でお会いできることと、あとは2021年メンバーでは初めてのグランドパフォーマンスになるので、皆様と一緒にオリックスボホローズにエールを届けられたらなと思っています。チケットもただいま発売中でして、緊急事態宣言が解除されて、ちょっと息切れがすいません、緊急事態宣言が解除されて、入場者数の上限が緩和されたことによって、座席の数が1万席まで、拡大されて販売させていただいておりますので、はい、ご購入の方はお早めによろしくお願いします。お願いします。そして今応援メッセージを募集していまして、ツイッターにてハッシュタグオリに届けとともに、画像を投稿していただくと、開幕戦の試合前に、応援ビッグフラッグを作成し掲げる予定ですので、皆様からの熱いメッセージ、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、今シーズンもオリックスバファローズに熱い熱いご声援よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。この今回のシングルはですね、4曲入りシングルになってまして、そのうちの3曲が新曲で、1曲はヒューダーオイカのスカイになってます。そのもう1曲をね、この後パフォーマンスするんですけれども、いいですか、皆さんの方から。はい、私から説明します。はい、次の曲は Take Me という楽曲なんですけれども、この楽曲は皆様とクラップをして楽しんでいける楽曲になっています。一定のリズムでクラップしたり337拍子が出てくるので、皆さん私たちの真似をしてついてきてください。はい、それでは皆さん楽しんでいきましょう。 Take me
ブログがアメーバブログとビーズガールズダイアリーを更新させていただいてるんですけど、はい、今年から新たに TikTok と YouTube 開設させていただきます。はい、ありがとうございます。TikTok は先月2月14日バレンタインから更新開始していまして、まあ、メンバー個性豊かすぎる投稿内容がいっぱいいっぱい上がってますので、はい、皆さんのメンバーのフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、そしてですね、 YouTube がなんとなんと明日からスタートします。はい、ありがとうございます。YouTube のチャンネル名はビーズガールズチャンネルと、もうまんま、ほんまにまんまです。覚えやすいと思うので、皆様調べていただいて、チャンネル登録とあとは通知ボタンというのがあるんで、そちら合わせて、登録していただければなと思います。毎週日曜日に更新されますので、まあ、週末のお楽しみということで、はい、皆様楽しんでいただければなと思います。ということで SNS のお知らせは以上です。はい、ありがとうございます。はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ね、9枚目シングル庶民は違うのっていうプレゼントということです。はい、先ほどご予約いただいた方対象に生写真プレゼント会をさせていただきます。今回はですね、この状況っていうのもありまして、手渡しではないんですよね。はい、そうですね。なんとマジックハンドを使ってねさせていただきます。はい、はい、なのでね、皆さんこの時期でしかそのマジックハンドから何かをもらうっていうのは体験できないと思いますので、ぜひ皆さんこの機会に CD ご予約の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。で、本日、今がね、1回目のステージやったんですけれども、15時から2回目のステージも予定しております。ぜひお時間のある方はまたお集めいただければと思います。それでは、来週末からいよいよブランドデビューということで、はい、皆さん、今年1年もぜひぜひベスポロズ系団公式ダンサーのポケットウィズガールズ、そしてオリスポローズ熱いご声援、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。